はいどうも、そうでございます。今日は久しぶりにデビルランブルやっていこうかなって思います。でね、オルガ入れたんですよ。まあ、普段あんまりやんないんですけど、デビルランブルを、まあ、今回ちょっとランブル向きのオルガさんが2体出てくれたのって、まあ、シュリンクスと、ダナとあとはコウガなしのパーティーでね、デビルランブルやってみようかと思います。 OK です。はい、パーティーが、オルガ、クランプス、イブ、マヤウェル、ランフェですね。で、まあ、このコンセプトなんですけど、まあ、イブの出血で、あの、複数名機じゃない、それセブンナイツだ。無効化シュリンクスの忍耐、削りやすくなりますね。クランプスで1212ってヒットすると思うんですけど、出血入ってれば、4444で削れるはずですよね。そんな感じで、忍耐対策して、まあ、オルガで、何かしらを黙らせておいて、ランフェで、ドライブを使わせないみたいな編成になってくると思います。意外といいんですよね。僕コウガも、ダナもシュリンクスも持ってないんで、まあ、こんな感じでやってます。はい。でまずアウト、今思いっきりオートが入ってましたね。まあ、回復負荷入るんで今回は、ポモナ連れてきませんでした。こういう風に中毒が今フレイなくなったって言ったじゃないですか。で今中毒流行ってるじゃないですか。まあ、理由としてなんかバグ修正されたみたいですね。シュリンクスのなんか忍耐が削れなかったらしいんですよ、中毒かなんかで。ちょっとねデビルランブル詳しくないんで分かんないんですけど、だからやっぱ中毒がヒット数を倍にできるので、単純になので流行り始めたというか、フレイよりイブとかエリシオンが、ランキングに入ってきたのかなって思います。でその影響でやっぱ中毒と相性がいいのが、クランプスみたいなヒット数の多いキャラと、あとはコウガも連打ですね。あの守護神コウガの方ですね。あの人も連打なんでかなり使われてますね。 いた方がいいんですよね、正直。敵にマフデといないと。じゃあ、2個目のヒト行きましょう。ちょっと7000目指したいですね、どうせなら。まあ、このパーティーにしてからすごい勝率良くなって、デビルランブルのモチベが若干上がったので、まあ今後は、まあ、9000、8000目指してやるべきなんですかね。なんか報酬がそんなに良くないんで、そんなにモチベ上がんなかったんですけど。はい。こういう風に中毒入ることによってヒット数が、まあ2倍になりますね。まあ、敵も同じようなことやってくるんで、まあ、正直どこまで勝てるかは分からないんですけど、マフデトじゃないわ、ダナシュリンクスいるパーティーに俺一回も勝てなかったんですよね、最近。あ、もうこれダメだなと思って、なんですけど、まあ、中毒のイブにした結果結構いい感じになりましたので、持ってない、どれも持ってないって人はちょっと中毒キャラ入れてみてください。であとはヒット数の多いアタッカー入れて組み合わせて使うみたいな感じですね。中毒入ってないよ、中毒入れてドゥドゥーンと、でヒット数が倍になるのでバリアもゴン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 といけると。はい。聞いてきた方がいたんですよ。でいい感じの構想が最近僕寝れてるので、まあ、進化の優先度も改めて解説する動画撮ろうかなって思います。愛がいますね、珍しい。というか削除されちゃった。やばいかも。イブが動いてくれないと、このパーティーはやばいんですが、オルガに削除されてしまいましたね。まあ、オルガ対策になるのは、まあ、機敏性が高いキャラとか、機敏性の、アクセサリーなどつけて、まあ、状態異常も若干の対策することできますね。あ、これイブ行きましたね。はい、さようなら。まあまあ、なんとかなるでしょう。あ、削除される、ピンポイントで。やばいやばいやばい。普通にやばいっすね。グレイトっていう、さらにドーンが、そう、これはやばいんじゃないかな。はい、オルガが行ってしまいました。完全に沈黙で、まあ、取られましたね、アドを。まあこういう時もあるでしょう。さあまず中毒を入れたい、非常にシュリンクスがいるとめんどくさいので。オルガ、先にオルガ溜まるんだよね。やっぱいいよね、これ。
はい、クリ、クリアップ、よし、速攻潰す、速攻、オッケー。これで他に攻撃が行くようになった。はい、沈黙。相当痛いっすね、やっぱりオルガ敵にいると相当強いっすね、これ。なんか徐々に嬉しくなってきましたわ、引いた。よいしょ、削除してくれ。でドライブ打つタイミングなんですけど、まあ、中毒プラスヒット数の多いスキル打った後にこのでかいドライブ打った方がいいですね。じゃないとあのゼロってなったらもうそれっきりなんで、ドライブは。あー、アルテミスで速攻攻めるでもよかったかもしれない。ちょっとミスったかもしれない、パーティーをミスったが、ちょっとオルガでやっぱり削除してもらって、あ、デトいるからポモナ入れちゃダメだって。何してんだろう、まあ、なんとかなるか。デト落とすそうだし、よいしょ、落ちろ、オッケー。ランフェイに沈黙入りましたね。いや、ちょっと今みたいなミスはね、あのやめていただきたいです。ちょっとこっちで弱体化させた方が良さそうですね。敵の数減ってきたら、あの別にクランプスとかのスキルより妨害キャラの方がいいんじゃないかなみたいな思ってます最近。まあダナ単体だとそんなに強くないっすよね、もう思ってますけど。僕はシュリダナが強いんであって、ダナ単体入りででも別になんですよね、正直。倒しきれますしね、まあ、これは多分敵がオートだからっていうのはあるんで、自分やるときは別にダナ入れた方がいいと思いますよ。枠が余るんで、このポモラの枠が自由枠になるんで、このパーティーの場合。じゃあラストアンノーン行きましょう。なんか鍵足んなくて回復しちゃいました。おー、フェンリルか、まあ、なかなか珍しいパーティーなんで、まあ、オルガが結構刺さるでしょう。じゃあ中毒入れてからクランプス使います。じゃないとあんまりいいっすね。4ヒットになるんで、まあ、フェンリル怖いな。こうクランプスに刺さるんで、よし、フェンリル落ちた。あとは余裕っすね、まあ、フシがどんぐらい耐久してくるかって話ですけど、まあ、ルサルカに刺さりますしね、クランプスが。行きましょう。フシってるかな、伏ってたところでだよね。あ、全然減らねえ。ダナ勝て、ダナ単体が勝て。あ、でも攻撃的なパーティーじゃなかったんで、まあ、なんとかなりましたね。これ本当にいいっすね、このパーティー。なかなか安定して勝てます。はい、ダナとシュリンクスとコウが一切入ってないパーティーなんで、非常に真似しやすいかなって思います。で、まあ、オルがいない場合とかは、まあ、アルゲースとか入れてもらうといいのかなって思いますね。あとヤーガとかでもいいですね。これ星4なんですけど、で、まあ、ランフェイとポモナの枠は自由枠なんで、まあ、正直いろんなキャラに入れちゃっていいと思います。まあ、なんか火力上げるキャラとか、まあ、妨害ニルティとかでもいいですし、その辺でアタッカー増やすとかもありですしね。マフデトで妨害するみたいなのもありなんで、あとエルメス入れて火力上げるみたいなの、まあ、いろいろありなんで、まあ、ただオルガめっちゃ強えって動画なんで、まあ、今回はオルガを押して解説してみました。はい、まあ、ダナシュリンクスの脅威がありますが、こんな感じで拳で抵抗していくといいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。